ルイ・ヴィトンは、フランスのマルティエであるルイ・ヴィトンが創始した、ファッションブランド。LVMH グループの中核ブランドである。LVMH の2008年の売上高は239億ドル。服飾部門における2014年現在のデザイナーは、ニコラ・ゼスキエール。また、メンズコレクションについては、バージル・アブローが、チーフディレクター。LVJ が誕生した。 ルイ・ヴィトンが評価されるようになったのは、創始者であるルイが亡くなった後のことである。ヴィトン社はまず、グリトリアノン・キャンバスというトランク工場として、創始された。このトランクは、灰色のキャンバス地で覆われており、とても軽量なものであった。1854年、ルイは、エミリーと結婚、同年、世界初となる旅行用カバンの専門店を、パリ・カピュシーヌ通りに創業。 3年後の1857年には息子のジョルジュが生まれた。1859年、アニシュルセーヌに最初のアトリエを構える。1860年、ビトン社は需要に押されて規模を拡大した。1867年のパリ万国博覧会で銅メダルを獲得。これにより世界的な評判を得。 1869年にはエジプト総督のイスマー・イール・パシャが、1877年にはロシアのニコライ皇太子が、それぞれ1セットのトランクを発注した。また、当時世界的に力を持っていたスペイン国王、アルフォンソ12世からもトランクの注文を受けるなど、主にスラブ・ラテン系王侯貴族に徴用された。トランクの上から布地を貼るという類の技法は、 懸命であったが、容易にコピー商品が出回ることとなり、1872年、類は別の布地を使うようになった。この布地は、ストライプとキャンバスとして知られている、ベージュと赤の2色で色付けされた布地である。しかし、これもすぐに、コピー商品が出回ることとなった。だが、コピー商品に押されることなく、彼のビジネスは、成功を収めた。また、 私生活の方も衰えることはなく、1880年には、息子のジョルジュが、ジョゼフィーヌ・パトレルと結婚。入籍当日に、彼は息子にスクリーブ通りの店を任せた。1883年、ジョルジュにも息子ガストンが生まれ、ルイは祖父となった。この年、板垣大輔が、後藤昌二郎と共に、国会解説の視察のために要行し、パリ本店にて、 ヴィトンのトランクを購入。1885年、ヴィトン社はロンドンに進出。1888年、ジョルジュが模倣品防止のため、ベージュと茶褐色のチェス盤に、ルイ・ヴィトンの名が入った、ダミエラインと呼ばれるデザインを考案。1889年のパリ万国博覧会で、ルイ・ヴィトン社に金賞をもたらした。しかし、商標登録もされていたにもかかわらず、また、 コピー商品が出回ることとなった。現在は白と灰色のダミエアズールライン、黒を基調としたダミエグラフィットラインもある。1890年、5枚岩の錠枚を開発。1892年、ビトン社はハンドバッグの販売を開始、トランクやハンドバッグなどが掲載された最初のカタログもリリースされた。その年の2月27日、ルイは 自宅で息を引き取り、ジョルジュが会社の全権を握ることとなった。モノグラム父、ルイの死後、ジョルジュはルイヴィトン社を世界的な企業へと押し上げた。ジョルジュは、1893年のシカゴ、バンコク博覧会に出展するなど、会社をうまく運営し続けるとともに、著書、レ・ボエッジを出版した。1896年、ダミエの模倣品が出回ってきたことから、 ビトン社はそのトレードマークとなる布地を新たに発表した。モノグラムラインと呼ばれることになるその模様は様々なシンボルとともにルイビトンを示す LV というマークが描かれている。モノグラムは万国博覧会で目にした日本の家紋に触発されている。ジョルジュはその後アメリカへ渡航、ニューヨーク、シカゴ、フィラデルフィアなど様々な街を旅行し、その訪問中にも ビトン製品を売って歩いた。1898年にはパリオートショーにビトン製品を出展した。1900年、ジョルジュは1900年のパリ万国博覧会の旅行アイテム及び革製品の部門を担当するという栄誉を得た。1901年、ビトン社はトランクの中に入れることのできる小さなカバンスティーマーバッグを発表した。3年後の1904年、ジョルジュは セントルイス万国博覧会において議長を務めた。同年、ビトン社は新商品として、香水や衣類などの商品を小分けにできる仕切りのついたトランクを発表した。1914年、パリのシャンゼリゼ通りに世界最大のトラベルグッズ専門店をオープン。香港店神戸メゾン、六本木ヒルズ店当初、水に浮くトランクが評判になり、巧妙となったが、 21世紀初頭、顧客からの要望の多かったカバンの軽量化を名目に記事の製法を変更し、現在製造するトランクは浮かなくなっている。直系の子孫が責任者を務めるオーダー部門では、昔ながらの浮く重い素材でカバンをオーダーすることができる。神戸市立神戸ファッション美術館に展示された現代、美術作品がルイヴィトン社からのクレームによって撤去された2010年春の 事件。同美術館の企画展、ファッション帰還服職に属する危険な商船集に、現代美術家、岡本光弘のインスタレーション作品、バッタモンを展示したところ、ルイ・ヴィトンから、この、自称アーティストによるオブジェの展示は、偽ブランド品を肯定する、反社会的行為であるといった抗議と作品の撤去、及びウェブサイトからの削除を要請する文書が届いた。 企画者側はブランドからの講義が一万一あった場合に備えて講義をしてきたブランドの記事に順次大意をかけて講義があったことを示すという準備を事前にしていたが講義の翌日市の職員によりたブランドも含む全作品を撤去同作品が掲載されていたカタログポスターも廃棄され商標権と表現の自由をめぐる議論を読んだ同作品は 同年秋に復活展示された。同様に2007年には、宮城県美術館でのグループ展、アート宮城2007に出展した現代美術家、田野大河の木彫シリーズ、モノグラムラインが、ルイ・ヴィトンから法的措置の可能性を示唆されたことから、LV マークにシールを貼っての展示となった。ありがとうございます。